こんにちは。9割受かる勉強法著者の松原です。今日はですね、この動画を見れば最低1週間で初論文が書けるようになるっていう方法をお教えしようと思ってます。ただ一つ注意点があって、初論文は実際に書かないとやはり得意になりません。そしてプロの先生、得意な人からきちんとね、フィードバック、ここがいいとか悪いとかっていうフィードバックを受けて成長するものですから、なんと今回この動画を見てくれた人限定なんですが、あの鈴木英一先生、この本の著者の鈴木英一先生が率いる初論文のプロフェッショナルチームが、なんとあなたの考案を無料で添削してくれます。でね、今日の動画を踏まえた上で、ぜひ概要欄にある LINE からね、この小論文の添削希望というふうに一言送っていただいたら、あなたの小論文の回答に対して、ね、詳しい添削をお届けしようと思います。例えばこういうイメージですね。すごく詳しく、ここがいい、ここがダメだとフィードバックをします。でこれを受けるだけで小論文が一気に得意になる、これは紛れもない事実です。ただ限りが、ね、あります。やっぱり無限に大量の、無限にたくさんの人はできません。今回は30名限定という、ね、縛りでやっていこうと思っています。一応期間はこれから1ヶ月の間というふうに、ね、させていただこうと思っていますが、時期によってはね、この定員を超えても受けられる時もあるかもしれないので、まずは一言ね、 LINE の方から受けてみたいんだけどと気軽に相談ください。でね、小論文っていうのは何もわからない状況で書いてもね、意味がないので、今日は今までね、鈴木英一先生と出した動画を振り返りながら、もう一度ね、小論文の大事なポイントをしっかり確認していこうかなと思っています。では早速やっていきましょう。小論文、対策ね、主に3つあると考えてください。まずは課題文を読解する力、これ現代文の読解力、これがまず必要ですよね。これがないと、そもそも何を書けばいいのかが全くわからないです。でかつね、要約を書きなさいという問題も出るところもあるので、要約をするためには正しくその文章が何を主張しているのか、これを読み解く力が必要である。で2つ目、これは小論文の型を知りましょうと、ね、小論文というのは2つのパターンがありましたと。それをしっかり理解して、ね、今回の問題がどちらのパターンなのかをしっかり判断して、ね、正しい書き方をやっていきましょうと。で3つ目は、これは過去問演習ということですね。で主にこの過去問演習では、実際に書くということも非常に大事なポイントですし、もう1つは、あなたが受ける大学、よく出題されるテーマの体系知識をつけるということが非常に大事ですね。じゃこの3つについてね、より詳しく話をしていこうと思います。でまず1番目、読解力。これに関しては、僕の過去のね、配信している現代文の勉強法というのを見てもらえたらいいと思うんですが、最低限ね、中学校レベル、高校入試レベルの読解力は必要かなと思いますね。でこれに関してね、主にやることは言葉の意味を覚えて、そして文章の読み方、解き方を学ぶということなんですが、これがまだまだね、苦手だという人は、先ほど伝えたように LINE の方からね、小論文指導希望と言っていただいて、でかつちょっと現代文がちょっと苦手だなっていうふうに一言で追加していただいたら、ここも詳しくアドバイスできますが、一応どういうふうな勉強すればいいのか、概要欄の方にリンク貼っておこうと思います。で2つ目、小論文には型があると。これはね、問題提起型と言われるものと意見対立型っていうものがあります。でそれぞれの書き方違うんですね。でそれは鈴木英一先生の動画、これも概要欄にリンク貼っておきますが、それを見て詳しくね、勉強していただきたいんですけども、簡単に言うと、問題提起型っていうのは、今例えば地球の温暖化がね、進んでますと、これをどのようにね、解決していけばいいでしょうかっていうことを問うてくる問題で、もう一方は、妊娠中絶はいいか悪いか、あなたの考えを答えなさいっていうね、このどちらが賛成か反対かっていう意見を聞いてくる問題です。で特に注意が必要なのは、この賛成か反対かということに関してです。これね、過去にあるとあるね、著名な著者の方が、ノーから始めろとかね、まず最初にノーと言うと、そして論じろっていうね、話、そういうやり方が一時期すごく流行りましたが、これは今の時代には合いません。
特にね、もう令和です。令和っていうのは英語で言うとビューティフルハーモニーです。で、美しい調和の時代においてね、反対権をぶった切ったり賛成権をぶった切ったり、こういうね、本当に意見対立っていうのは望まれません。反対権にもいい部分がある、賛成権にも悪い部分がある、そういうところをしっかり踏まえた上で、じゃあどうしていくべきかっていうね、そのあなたの考え方、これは解決策です。これを提示していかないとなかなか受からない。ちょうど僕がね、受験生当時は、ね、筆者の考えに対してノーだと、ね、なぜならばっていうふうなね、論で普通に通ってました、受かってました。でも今はもうそういう答案だと、あ、この人はコミュニケーション能力がないなと、対立ばっかり喧嘩ばっかり起こすから、こんな人が大学に入ったら学校を混乱するからもういいですっていうふうになっちゃうので、調和を大事にしていく。でも調和っていうのは妥協でもないんですね。だから例えば妊娠中絶、ね、したい人はすればいいし、したくない人はしなくていいんじゃないか、まあ、これも一つの考え方かもしれませんが、それよりももっと踏み込んで、もっとそもそもなぜ不正が起きるのかってことの根源を見ていく、そしてそれに対してどういうアプローチをね、自分なりにすればいいのか、これをやっぱり考えてほしい。でもこれは正直知識や考え方が浅いとね、難しいので、3つ目の、ね、過去問演習、ここでね、実際に文章を書いてね、そして課題文を読んで知識をつけていくってことをやっていく。そうするとあなたの問題解決能力は飛躍的に上がっていきます。で、問題解決能力っていうのは何かっていうと、その今ね、課題文で問われている問題、それがなぜ起きてるのか、原因をしっかりね、分析して、でこういう原因があるからこういうふうな対策をしていくとメリットがあるよっていう話をしていきたい。つまり問題解決するのはメリットを伝えるということですね。で、ここら辺の詳しい話はね、これも過去に、ね、一本素晴らしい動画、鈴木英一先生の方を紹介した動画ありますので、それも見ていただきたいんですが、とにかく私は妊娠中絶、人工妊娠中絶は悪いと思うとかね、いいと思うとかね、そういう感想は求められてない。まあ、ここら辺ちょっと難しいかもしれないので、もう少し詳しく聞きたいという人であればね、概要欄からコメントいただけたら、これは回答していこうかなと思ってます。ということで、小論文、今から対策すればね、最短1週間で力は相当身につきます。なのでぜひね、この動画を参考に小論文の対策動画を進めてほしいなと思いますね。繰り返しになりますが、30名限定でなんと鈴木先生率いる小論文のプロフェッショナルチームがあなたの答案を具体的に添削しますので、ぜひね、ご希望の方は概要欄の LINE からぜひね、参加いただきたいと思います。今日は以上です。今成績が上がらない人、学校の先生や親や兄弟友達から、お前なんか大学なんか行けるはずがないって言われて肩身の狭い思いをしてる君、あと太郎生、ぜひね、LINE アットマークに登録してほしい。この LINE アットマークに登録してもらったら、今ね、偏差値を最短で29から60に上げる勉強法の無料冊子をプレゼントしているわけじゃなくて、今君が悩んでる悩みにアドバイスを個別にしてあげることができます。で、さらに今後、今君みたいに頑張っている人たちが集まっていくようなコミュニティも運営していこうと思ってますので、ぜひ LINE アットマークの方登録して、一緒に偏差値を上げて自信をつけましょう。